旅百型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級。小型潜水艦、戦勝、または単に小型とも呼ばれた。1942年から1944年に、かけて18隻が巡航したが、全艦戦没した。写真は、旅百一。1941年の戦時計画で9隻、さらに1942年の丸9計画で9隻の、 1> 計1 8隻が建造された、離島防御用の小型の潜水艦。計画版 OS45。小型で工期が少なく済み、量産に適していた。ブロック建造により、各艦とも1年ほどで完成している。航続距離が短いなど、沿岸で運用することを前提とした設計となっていた。兵装は、小型の艦型のため砲を搭載せず、機銃と魚雷のみ、手機は、 ビッカー組織ディーゼルを改良したものを搭載した。また冷却機も装備された。本型は艦型が小型のためしのげなみ性、速力、航続力、居住性などが共に低く、乗員の評判は良くなかったという。完成後は、本来の離島防御には使用されず、中部太平洋の紹介任務などに従事した。商船、または輸送艦を7隻、駆逐艦を1隻撃沈する。 しかし1944年5月から6月にかけて、サイパンやアドミラルティ諸島方面の紹介で一挙に7隻、喪失するなど、すべて対戦中に戦没した。建造所は、クレイコール、クレ海軍交渉、川崎イコール、川崎重工業量100型潜水艦は、初期10隻が第7潜水船対象族となり、中部太平洋での紹介任務に使用された。 1943年8月20日に5隻がまとめて、第51潜水隊を編成して、横須賀守府に配備されているが、両102、両103、両107は、潜水隊に編入される機会がないまま戦没、行方不明となった。また、両110、両11、両12、両113、両14は海大4型、海大5型からなる。 第6艦隊第8潜水船隊第30潜水隊に編入されて、インド洋での紹介任務に従事した。第30潜水隊については、第30潜水隊の項で記述する。第7潜水船隊に所属していた、両百、両百1、両百4、両百5、両百6で編成。主に、ニューギニア方面の紹介任務などに従事したが、 アゴー作戦のなさん海戦で紹介中に一挙に五隻を失うなど損耗が激しく、昭和19年8月15日に解体された。写真日本の軍艦第12艦、P220 の写真解説より、深海の勇者たち152ページ昭和18年8月20日付内例、第1708号、ABC、日本海軍の潜水艦その系譜と、 戦歴全記録159ページ。昭和18年9月1日付、海軍事例広報第1203号。昭和18年9月1日付内例、第1816号。AB、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録161ページ。AB、日本海軍史、第7巻、376から377ページ。AB、 日本海軍史第7巻376ページ AB ハンディバン日本海軍艦艇写真集20巻98ページ ABCDEFGHI 日本海軍史第7巻378から379ページ日本海軍史第七巻7巻377ページ日本海軍の潜水艦その系譜と 戦歴全記録160ページ。ABC、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録163ページ。艦長たちの軍艦誌457ページ。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録160ページ。ABC、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録162ページ。木又、629ページ。 日本海軍史第7巻379から380ページ。ABC 日本海軍史第7巻379ページ。ありがとうございます。